似たりは、ネズミザメメオナガザメ科に分類されるサメ。インド用、太平洋分布域の詳細に関しては、マオナガと混同されている可能性があり、さらなる情報が必要である。主に外洋に生息するが、沿岸部にも現れる。生息推進体は例から152メートル以心。似たり他のオナガザメ類と同様、全長の半分を占めるオヒレを持つ。側の体色は、 脳性色か灰色、体側はメタリックシルバー。腹足は白色である。腹足の白色体は胸びれ基部の上まで伸びない。似たりと非常によく似た、真ナガエーベルプイネスではこの白色体が胸びれ基部の上まで伸びることから、これら2種の区別が可能である。8割エスパーシリオスはこれら2種と異なり、頭部後方に目立つ溝があるので見分けやすい。 出産直後の個体は、全長158から190センチメートル。外洋性ウキウルを主に捕食し、イカ類も餌生物に含まれる。体性、胎盤を形成しない卵食型。子宮内の胎児は、最初自らの卵黄で成長し、約12センチメートルになると未受精卵を食べ始める。発生初期は葉を使って、卵を食い破るが、 後期では卵を丸飲みする。産子数は通常2尾で2つの子宮それぞれに1尾が育つ。正確な妊娠期間は知られていないが、12ヶ月より短く毎年出産すると考えられている。地域によっては漁業対象種になることもあるが、マグロカジキハイナワでの根格が主。肉、ヒレ、肝油、皮が利用される。人に対して危険ではない。 ハエナワや、刺し網などによる根核や本種を対象とした、漁業、スポーツフィッシングにより、生息数は減少している。2017年に、ラキアス属単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。水族館での飼育例は少なく、日本では時期は不明だが、沖縄県の旧館時代の沖縄中良海水族館が、飼育した記録がある。 大阪府の海遊館の養生のイケスで飼育されたことがある。イケスでは1.7から1.9メートルの死有3個体、最長で26日の飼育に成功した。また、2015年4月20日に、火災臨海水族園の水槽内で展示された。ありがとうございます。